みんなの楽観と投機的な動きっていうのは、すでにこの11月の株価の動きに現れている。マーケットの性質が変われば、儲かりどころがガラッと変わる。はい、どうも皆さんこんにちは、真壁です。アメリカン投資家ジムクレーマーフォローしています。いやー、11月も終わりましたよね。11月の最終日、11月30日木曜日のマットマネーですけども、ジムクレーマーね、この時を待っていたんだと言ってるんですよね。荒野の7人銘柄頼みの状況からの脱却、投資家がより投機的になってより小さな企業に飛び込む決断をするとき、株の食物連鎖のより下の方を狙いに行く、それが今のタイミングで、より小さな株が重要になってきている。ジムクレーマーね、自分はこういう時を心待ちにしていて、で実際ね、荒野の7人銘柄頼みからそういう状況にどんどんなっていったのがこの11月ということだと。11月指数は 8% 以上上がって素晴らしい月になったんだけども、状況がガラッと変わったんだと言ってるんですよね。でメガテック株に頼らないっていう意味ではすごく象徴的なこの11月の最終日の動きになった。ダウはプラス 1.47% と大きく上がって52週高値をつけた。で SP500 はプラス 0.38% でナスダックに至ってはこの日マイナス 0.23% とちょっとマイナスで、これもだからメガテック株に頼らないという、それを象徴してるような動きだったよなと。でね、これ SPY ですけども、10月の終わりからの上がりすごかったですよね。一回上がって、あとは CPI で飛んでからまた上がった。いやー、まさか11月だけでこんなに戻るとはね、僕個人的には思ってなかったんですけども、素晴らしい月になりましたよね。で今ね、投資家っていうのはより投機的になって、より小さなプレイヤーを狙っている。それはなぜかというと、小さなプレイヤーはここまでダメだった銘柄が多い。でそれがいいぞってなった時、上がった時っていうのはより大きなパーセンテージの利益が取れるから。でジムクレーマーね、自分のファンドは荒野の7人銘柄はテスラを除いては全部持ってるんだけども、だけどあまりにポジションが大きくなりすぎたやつはむしろ荒野の7人銘柄削ったりしてて、これね CNBC インベスティングクラブのメンバーの人なら知ってるだろうと。自分はそういうとこ削ってるんだけども、でもそういう荒野の7人銘柄のポジションの反対側と言ったらいいのか、みんなねここまでの大きな勝者のポジションを整理して、より小さな、もしくはロープロファイルとでも言える、そういう株を狙うようになってきているということで、とジムクレーマーね、今回12月締めるにあたり、荒野の7人銘柄だけではないちょっと網をラッスル1000に広げて、でこのラッスル1000っていうのはラッスルインベスティメンツが公表する大型株のベンチマークで、時価総額とかを基準に上位約1000銘柄、これで構成されるんですけども、この1000銘柄の中の11月トップ10、何が上がったのかっていうのを見ていきたいと。でそれ見たらね、すごく明らかだからと言ってるんですよね。今言ったような大きな勝者からパーセンテージの大きなゲインを取れる小さなプレイヤーへの転換が見事に現れている。そこをきちんと押さえておこうじゃないかと。ということで、上位1000銘柄の中で11月最も上がったトップ10を見ていきたい。そのトップ1からトップ5がこれだと。ドン。一番上がったのがアファーム、2位がロック、3位がコインベース、4位がブロック、5位がギャップ。さあ、一つ一つ見ていこうじゃないかと言ってるんですよね。まずね、ラッセル戦で最もパフォーマンス良かったのは、CEO のマックス・レプチンが率いている、バイナオ・ペイレーターの会社、アファームだと言ってるんですよ。で、このアファーム、なんと、11月だけで 95% も上昇した。で、これ後払い企業のね、フィンテックですよね。実は僕もね、まだアファーム持ってて、凄まじい含み損抱えてるわけですけども、昔ね一世風靡したんですけど、本当にダメダメでしたよね。でもジムクレーマーね、今まで金利が上がってきたからこういうフィンテックは虫の息だったんだけども、で実際ね今もまだ不動株のほとんど 20% が依然としてショートされている。ただ金利上がってきたからダメだったそういう状況が、金利がピークをつけて下がってくる状況になったら、それはね株価は迅速に反発するよなと。だから株価ピークつけた後、どん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 上がってるんだと言ってるんですよね。11月だけでほとんど倍になっている。こういう動きがマーケットの転換点で見られることなんだと。はい、でラッセル1000銘柄で11月上がった銘柄、第2位ですけども、6、75% も上がったよと言ってるんですよね。ジムクレーマー、これはもうみんな知ってるだろうと。お気に入りのサービスをテレビで視聴できるストリーミングプラットフォームの会社で、インタラクティブなビデオ広告とかできる会社なんだけども、まあこの会社は11月1日の決算、これね売上はビートしたんだけども、
EPS はミスしてて、しかも EPS はまだまだマイナスなんだと、予想マイナス 1.96 のところマイナス 2.33 だった。要はまだまだ大量のお金を失っているという特徴があるから。でも金利ピークつけたからどん上がってるけども、まだ利益を出してない会社はこれからも気をつけるんだよと言ってるんですよね。第3位、コインベース。11月だけで 62% 上がった。これ仮想通貨の取引所の会社ですよね。ジムクレーマーね、ビットコインも上がってるし、でビットコイン ETF が承認されることが間近であると、そういうこともあってコインベース素晴らしい動きを見せている。これも11月に始める決算があったからグイー上がっている。でジムクレーマーね、もしね、証券取引委員会 SEC がビットコインの ETF とか好きだったらいいんだけども、どうだろうかと。ただアファームと同じように、このコインベースもめちゃくちゃショートされてた株だから、ショートスクイーズっていうこともあって大きく上がってるんだと。第4位、ブロック。 58% 上がっている。ジムクレーマーね、この会社は昔スクエアと呼ばれていた会社で、スモールビジネスを支援する包括パッケージを持っている会社。決済ソフトウェアとか情報管理システム、レジスターシステムで、あとはスクエアキャピタルとかで決済とか振り込みができるシステムもある。あとは仮想通貨取引ビジネスもやっている。ジムクレーマーね、自分はこの株の急上昇に驚いてるんだけども、ただこの前の11月2日の決算、これが素晴らしかったからと言ってるんですよね。売上も EPS もきちんとビートして、ここまでダメダメだったのが反転している。でこの上昇の動き、結構理にかなってるかもしれないよと。ジムクレーマーね、このブロックのビジネスっていうのはリスクが結構高めなんだと言ってるんですよね。例えばペーパルとかよりもリスクが高い。なぜならば直接的な貸し付けを行っているビジネスモデルだから。だから金利上昇局面ではより過度に罰せられてしまうっていう側面があって、ただ金利が低下してくるっていう局面ではそれが逆流した動きが見られる。大きく上がってるよと。はい、で最後第5位ですけども、ギャップだと言ってるんですよね。11月だけで 57% 上がったアパレル会社だと。この株が決算後に飛んだの、記憶に新しいよなと。マットマネーでも取り上げたと思うけども、とジムクレーマーね。そうですよね。11月16日の決算、売上も EPS も大きくビートして、 EPS なんか予想 0.17 のところを 0.59 もあって、予想の何倍利益出すんだよってなって、ここトーンと飛んで、ジムクレーマーね、ギャップストアとかオールドネイビーの既存店売上高の増加率が良くて、だから株価吹いて、そっからまだ上に行っていると言ってるんですよね。ということでこれらが1位から5位、アファーム、6、コインベース、ブロック、ギャップだったんですけども、じゃあ引き続き6位から10位も見ていこうじゃないかと。ラッセル1000銘柄で11月に上がった6位から10位の銘柄、それがこれらだと言ってるんですよね。オラプレックス、ビクトリアシークレット、シフト4、データドック、エクスペリアだと。これも一つ一つ見ていこうじゃないかと。まず第6位のオラプレックス。ジムクレーマーね、これ11月だけで 54% 上がってるわけだけども、あなたにここから気に入ってほしいかもしれない株だと言ってるんですよね。これ何の会社かというと、多くの美容師とかプロのメイキャップアーティストとかも愛用している髪にとてもいいシャンプーの会社。ジムクレーマーね、スペシャリティシャンプー素晴らしいんだと言ってるんですよ。でちなみにと、ジムクレーマーね、自分の人生にとってシャンプーっていうのはとても大事なものでと、自分もこのオラプレックス使いたいぐらいだみたいなね、ジョーク飛ばしながら、この株価の上がりはいかにシャンプーが生きていくのに大事なものかっていうことを表してるだろうみたいな、わけわかんないこと言いながら、でもオラプレックスもここまで大きく大きく下がってきたのが今反転している状態になっている。まさに金利の動きと連動している。いやー、このオラプレックスね、一時期話題になったんでね、僕ちょっとこの株つまもうかなと思ってて、でその前にこのシャンプーね、ちょっと奥さんにプレゼントしようかなと思ってたんですよね。でそうこうしてるうちに株がどん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 下がってったんで、うーんってなってたんですけども、こっからまた反転するんだったら、とりあえず一回使うとこから始めてみようかなと思ってるわけですけども。で第7位の銘柄、ビクトリアズシークレット。このファッションブランドですよね。ランジェリー、スポーツウェア、香水、ボディケア製品、いろんなことやってるんですけども、ジムクレーマー11月で 51% も上がっている。
でね、これに関しては彼らの決算ひどかったんだと言ってるんですよね。11月29日の決算あったばっかりだけども、売上予想に一致してて EPS はミスっている。しかもマイナス、予想マイナス 0.79 のところをマイナス 0.86 で、ガイダンスも悪かったなのにここ飛んでいる。もうこれに関しては全部悪かったのに飛んでいて、ただ期待感が膨らんでいる、いわゆる最後のダメな決算症候群なんだと。全部ダメだったけども、でも人々ね、気持ちが明るくなっているから、だからこれは最後のダメな決算に違いない、こっから立ち上がるに違いないということで、たとえ今回の決算が悪くても、ここまでひどい期間が続いて次は大丈夫だろう、この3ヶ月で伸びるだろうということで期待感先行で上がってるんだと。で、時々ね、今のような状態になると会社が消えないって聞くだけで本当の楽観主義者の人は買いに走ったりする。そういうことがね、金利下がってくると出てくるわけだと。しかもこの会社の株ね、 15% のショートポジション持ってたから、そういうのが焼かれたらやっぱね、決算後トーンって上がるっていうことも見られる、そういうことなんだと言ってるんですよね。はい、で第8位、シフト4ペイメンツだと。11月だけで 48% 上がっている。ジムクレーマーね、これはフィンテックで決済処理会社で、統合支払い処理ソリューションの会社で、これもフィンテックだから金利上昇局面ではめちゃくちゃ嫌われてたんだけども、金利下落局面だと動き反転するし、しかも11月8日の決算めちゃくちゃ良かったんだと言ってるんですよね。売上も EPS もきちんとビートしたし、売上なんか予想250ミリオンのところを675ミリオンもあった。これはここトーンって上がって当然なんじゃないか。はい、で9番目、データドック。11月だけで 43% 上がってると。来ましたよね。ジムクレーマー、この上がりも記憶に新しいよなと。マットマネーで大きく取り上げたと思うけども、データドック、決算で飛んだよなと。で、そうですよね。11月7日の決算で、売上も EPS も大きくビートして、ここトーン飛んだわけですよ。ガイダンスも良くて。で、ジムクレーマーね、この会社、非常に役立つアプリケーションの監視と分析の会社なんだけども、クラウドの透明性っていうのは今の社会でめちゃめちゃ重要なところで、だから古いタイプのテクノロジー会社、おっきな会社がデータドックとか買収すれば素晴らしいんだけどなと、いい買収候補になり得るぐらいこの会社いいよと言ってるんですよね。ただジムクレーマーね、ここで買えっていうのはちょっと躊躇するよなと。この日52週高値つけてるから、ここでドーンって買うってことは高値王になってしまうから注意してねと。はい、で最後ですけれども、第10位はエクスペリア。旅行会社だけれども 43% 11月だけで上がった。ジムクレーマーね、このケースはどういうケースかというと、まあ、ここの決算を境に飛んだんだけども、とにかく期待がめちゃめちゃ低かったんだと。誰も期待してなくて、それが意外に巧妙が見えたなっていうケースだと言ってるんですよね。で、決算後飛んでからもまだまだ上に行っている。で、旅行ブームっていうのはまだ続いてるから、ちなみにと旅行関係で言うとクルーズ株銘柄とかも上がってるだろうとジムクレーマーやってて、例えばロイヤルカリビアン見てほしいよと、上がっているからと言ってるんですよね。ということで、11月の最終日、11月30日のマットマネーの結論ですけども、ジムクレーマーね、ラッセル1000の11月の勝者トップ10上げたんだけども、別にこの11月のパフォーマンス、これを振り返って、でそれに基づいてね、これらの銘柄がこれからもいいよと、そうやって言ってるわけじゃないよと。ただ、もしあなたが経済のソフトランディングを予想しているなら、そしてインフレはもうね、ピークつけて下がっていて、フェッドはインフレとの戦争に勝ったと信じているなら、で、経済はそれほど大きなクラッシュせずに、でも金利は低下していくと信じているなら、そうならば、あなたは株式市場について、今までよりもより楽観的である必要がある。そして、みんなの楽観と、投機的な動きっていうのはすでにこの11月の株価の動きに現れている。マーケットの性質が変われば儲かりどころがガラッと変わる。そのことをおさらいしておきたかったから、11月の最後の日にそれをまとめて自分示したかったんだと。このトップ10銘柄改めて見てくれ。アファーム6、コインベース、ブロック、ギャップ、オラプレックス、ビクトリアシークレット、シフト4、データドック、エクスペリア。今の層はこういうことになっているということをよく掴んどこうじゃないかと。そう言って終わってるんですよね。はい、ということで視聴者からの生電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。まずウラニウムエナジーは A でということで、
これね、ウランの採掘とかね、抽出とか処理やってるんですけども、ジムクレーマー、いいと思うよと、この株、勝者だと思うよと言ってるんですよね。はい、次。ファイザーはあかんでということで、いやー、この株ダメダメですけども、ジムクレーマーね、ドーンとね、大きく下がってきて、今、実際もうね、ボトムだと思うと、そんなにこっから下がらないんじゃないかなと言ってるんですよね。だけど、だからといって、今買うのはおすすめしないけどなと。はい、次。アメリカンエアラインズよりはということで、航空会社ですけども、アメリカンエアラインズの株価、ここ安すぎると思う。だけど、航空会社だったら、自分はね、アメリカンエアラインズよりはこっちの方がいいよと、デルタの方がいいよと言ってるんですよね。はい、で、最後ですけども、アイアンマウンテンは A でということで、これね、IT 企業ですよね。情報管理企業ですよ。データのストレージとかバックアップの会社ですけども、ジムクレーマーね、配当が 4% あるし、長い間この株いいと言い続けてるけども、その意見変わらないよと、これからもいいと思うよと言ってるんですよね。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクレーマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければ毎日マットマネーの解説記事がなるはやで届く。メンバー登録もどうぞよろしくお願いします。今回のメンバー限定動画、第179弾ですけども、状況変わったんだと、金利下落してったら、これ狙うしかないセクターっていうのがどうしても出てくる。ユーティリティセクターはこの5銘柄、パイプラインセクターはこの5銘柄、変化についていこうぜ。で、あとはフィボナッチクイーンが示すチャートは何を言っているのか、 SP500 この先どうなんのかと、あとはテスラがどうなんのか、あともろもろありますので、ぜひメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。最後におまけの英語コーナーです。はい、今回なんですけども、結論のところで、あなたは株式市場について、で、あとは人生についてもっと楽観的になった方がいいよと言ってるのがこれです。 You need to be a little more optimistic about life and stocks. はい、そうですよね。 You need to be a little more optimistic about life and stocks. 長男次男どうぞ。 You need to be a little more optimistic about life and stocks. 最近何かを成し遂げたと思ったことは、なんか、You need to be a little more optimistic about life and stocks. 最近何かを成し遂げたなと思ったことは、どういう意味？ You need to be a little more optimistic about life and stocks. あー、言ってますよね。で、今回これなんですよね。Optimistic. Optimistic ですよ。で、これね、僕ね、結構よく使うんですよね。まあ仕事とかしてるとね、まあいろんな厳しい場面に出会うわけですけども、もう決まり言葉ですよね、アメリカで。まあちょっとね、Optimistic に行こうじゃないかと。楽観的に行こうじゃないかってことなんですよね。で、これね、反対がペシミスティックで悲観的ってことなんですけども、まあアメリカ住んでるとね、ペシミスティックっていう言葉あんま聞かないんですよね。だからみんなね、オプティミスティックっていう言葉は言いまくると、まあまあ楽観的に行こうじゃないかと。だからアメリカ人は、まあ、日本人に比べたらやっぱりね、これですよ、オプティミストですよね。楽観主義者ですよね。で、僕はね、結構生粋の日本人みたいなところあるんで、アメリカに住んでるとね、周りの人よりは断然ペシミストなんですけども、悲観主義者なんですけども。ということで、オプティミスティック、楽観的なということで、ジムクレーマーね、状況変わってきたんだから、この株式市場においては、あとは人生においてもうちょっとは楽観的になる必要があるよと、そういうことでしたね。ということで今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして本当にどうもありがとうございました。You need to be a little more optimistic about life and stocks. You need to be a little more optimistic about life and stocks. 最近何かを成し遂げたと思ったことは、なんか、サッカーで空中合戦ができるようになった。成し遂げた。成し遂げたか。今まで、なんか違うけどな。今日なんか今までずっとできなかったのよ。うん、あ、そう。空中で競るのが苦手だったの。うん。ほう。でもなんか、分かってきた。分かってきた。うん。何が大事？あの、腕で相手を押しながらジャンプするの。はいはい。結構大事。それが大事なんだ。うん。はあ。したらジャンプするスペースができるし、なんかボールが来たら絶対に勝つなんかスペースができるじゃん。向こうも押してくるでしょ。まあ、向こうも押してくるけど、うん、なんかボールの落ちるとこのスペースを確保した人、うん、そうだね。が、あのバスケのリバウンドみたいな。そうそうそう、あの、うん、スラムダンクのね。そうそう、お父さん試合見てるけども、みんなほんと押しまくりだよ。押しまくりだよね。結構ラフ。長男くんの年代になってくるともうマジもうラフだよね。ラフだね。すごいよね、サッカーって。お父さん結構見ながら思うけど、うん、あ、そう。じゃあ、うん、ぜひお試合にこれからも勝ってね。
うん、そうやね。You need to be a little more optimistic about life and stocks. 最近何かを成し遂げたなと思ったことは？どういう意味？成し遂げるってわかる？わかんない。何かやりきった。犬のうんこを取れた。やりきった？うん。取れなかった？うん。なんで？臭い？うん。気持ち悪い。気持ち悪くて臭かったけど、ついに取れるようになった。うん。もうちゃんとお世話できるようになった。うん。おー、すごいね。なんで大丈夫になったの？やんなきゃダメだったから。ああ、もう自分がやるしかない時があったから。うん。したらできた。うん。おお、それはあれだね。成し遂げたね。